皆さんこんにちは。長方形です。はい、四国はね、愛媛県からお送りしていますチャンネル長方形ですが、本日は2023年の7月14日の金曜日です。今日ね、平日なんですよね。まあね、なんで平日なのにね、撮影してるかと言いますと、今日はね、夕方からね、こちらの JR 松山駅でね、夕焼けビールトロッコがあるのでね、今日ちょっと休み取ってるんですよね。まあ、まだお昼ですので、ちょっと時間がありますから、これからね、この市内電車に乗りまして、道後に行きましてですね、ちょっとね、道後のね、食べ歩きなんかをやっていきたいと思います。道後食べ歩き旅です。それでは行きますよ。どうぞ。はい、それではね、現在ね、このね、JR 松山駅前というところにいるんですが、道後温泉はここです。でね、こっち回りで行くかこっち回りで行くかという方法があるんですが、まあ、もしもこっち回りで行った場合はですね、これね、環状線を使っていくんですけども、ここでね、上島のところで一回乗り換えて道後温泉に行く必要があります。まあ、手間がかかりますので、こっち回りだったらですね、直接行くことができるんですよね。どれに乗ったらいいかと言いますと、このね、この5番とやつ、5系統に乗ればいいです。5系統に乗りましたら、この青いラインをね、ずっと行きまして、こういうふうにね、道後温泉まで直接行くことができます。遊鉄の市内電車の場合はお値段共通でして、市内電車運賃大人180円、子供は90円です。まあ、この辺りはね、土佐電とかね、広電とはちょっと違いますよね。さあ今ね、5系統の列車がね、やってきました。この JR 松山駅前っていうのはですね、向こう側とこっち側にね、ホームがありまして、道後温泉側から来るやつは向こうに止まるんですよね。そしてね、その後ね、こちらの方にこのね、ポイントを使って、このスプリングポイントなんですが、このスプリングポイントを使ってこちらの方にやってきます。これでね、JR 松山とも少しお別れです。またね、夕方には帰ってきます。まもなくね、出発なんですが、このね、車用の信号と手前のね、電車用の信号のね、切り替わりを見ておいてください。ほら、今ね、向こうの信号が黄色に変わったと同時に、手前の電車の信号の矢印がね、つきました。JR 松山駅前を出発します。まあね、今乗っていますのはね、路面電車なんですけどね、松山の人はね、みんなね、市内電車と言います。あまり松山で路面電車っていう人はいないですね。そしてね、このね、市内電車の路線なんですが、まあ、割かしね、見応えが多いところでございまして、今ちょうどね、大手町駅前です。すぐね、右側にね、遊鉄の郊外電車の大手町駅があるんですけども、目の前はですね、高浜線が通っています。それをですね、このね、またいでいくんですよね。ほらね、軌道が、軌道ね、つまり路面電車側が、ね、またいできました。これね、時間帯によってはね、本当にね、こう踏切が降りてですね、遮断機が降りて、郊外電車がですね、こう横をね、ガーってね、通ったりするんで、まあね、電車が電車を待つみたいなね、まあ、そんな感じのね、様子もね、見ることができます。今回は見れませんでしたね。さあ、それではですね、今ね、西堀端から南堀端へ向かっているところですけども、この辺りカーブが多くてね、非常にね、アクロバティックな区間です。そしてカーブが終わりますと、このね、左側に見えてますお堀に沿ってストレート区間がありまして、ここでね、わりかしで速度がね、加速したします。結構飛ばしていきます。さあ、南堀端に到着です。このね、南堀端なんですけども、目の前にですね、これ見えてますのが、これ松山市役所でございます。そしてですね、道後温泉の方からやってきました、3系統が遊鉄のね、松山市駅の方に行きました。さあ、向こうの方にですね、松山市駅が見えてくるんですが、目印としてはね、一番有名なのがね、観覧車クルリンです。直径45メートルあります。さあ、それではですね、まもなくね、松山市役所の前をね、通っていくんですけども、ここのカーブのところにですね、こう信号がございまして、ここね、
今ほら矢印出てますけどね、電車で号旅情編といってね、有鉄の市内電車をね運転できるそういうゲームがあるんですが、よくあそこがですね赤信号になっていまして、よくあそこで減点になってしまうところです。皆さん注意してくださいね。松山空港に行けばね、頑張れ運転士だったからまだね、のアーケード版がね、確か遊べるところがいくつかあったと思います。さあ、そしてですね、見えてきましたのが現存12天守の一つにね数えられています松山城でございます。こうやってね市内列車に乗ってるだけでね観光が楽しめるのもねまたね松山の魅力です。そしてね右側に見えてますこのドームはね愛媛県庁です。まあ愛媛県庁なんですけども、今ね、はい、旗でね、みきゃんの旗が立ってますけどね、ちょうど奥あたりでですね、世界の中心で愛を叫ぶのね、映画が撮影されています。このね、今のね、路地みたいなところもね、あそこもそうでして、一番最後にですね、女の子はね、事故に遭うシーンがあるんですけども、そこの撮影したところですね。そして前に見えてきましたのが、これはね、県庁前というね、停留所なんですが、ここもセカチュウで出てきます。県庁がね、病院のね、設定なんですよね。セカチュウってね、映画の方はね、でここのね病院からね逃げ出すようなシーンで、確かねここからね路面電車に乗る、市内電車に乗るシーンがね撮影されています。まあそれにしてもね、この辺りってね本当ね路面電車、市内電車多いですよね。そして車の交通量も多い。さあそれではですね、左側に見えてきますのが、ちょっとしか見えませんでした三角形の建物はね、坂の上の雲ミュージアムです。さあそれではね、まもなく大街道に到着です。まあこの大街道というところですね、松山の一番の街中なんじゃないかと思います。ここでね降りられる方もたくさんいらっしゃいました。そしてですね、この大街道の停留所ね、左側を見てみますと与鉄会館があります。この辺りはね、ホテルも多いですので、松山に来られた時にね、この辺りに、宿泊された方もね、いらっしゃるんじゃないかと思います。そして見えてきますよ、どれどれピチピチカニ料理でおなじみのね、カニ道楽でございます。そしてここにはね、廃線跡もありまして、ここにね、斜めのカーブがあるんですよね。これ覚えておいてくださいね。斜めのカーブ。これ実は廃線跡で、昔で松山電気軌道というのがありまして、その廃線跡がね、今のところでございます。お、目の前にタルト電車がね、います。そしてね、右側見てみるとね、軌道のところの石がね、剥がされてますね、あれね。これ見えますかね、ちょっとね。なかなか見れない光景ですよ。最近はね、今乗ってます5000型のようにね、最新の車両もね投入されてるんですけども、まだまだ古い車両もね現在です。JR 松山駅前を出発しまして、大手町駅前、西堀端、南堀端、市役所前、県庁前、大街道、そして現在勝山町です。ここからですね、警察署前、上市満、南町、道後公園、そして終点道後温泉に向かっていきます。ちょうどね、目の前にね一六タルトが見えてきました。先ほど前の方にいましたね、タルト電車もね一六タルトのねラッピングがされております。さあ、それではですね、まもなく上市満なんですけども、さっきね斜めの配線跡をねご紹介したいと思うんですが、その配線跡の出口がちょうどこの辺りになります。ここですね、ここ斜めになってるんですけど、ここがそうです。これがね、さっきの斜めの配線跡のね出口になっています。だからここを向こう行き、ずっと向こうに行けばですね、大街道の近くに出るということですよね。まもなくね上市満の停留所なんですけども、このね長方形が乗ってます5系統はここでね一旦ね停止するんですよね。そして今ね開通確認というのが出ました。これ なぜね止まるかと言いますと、ガセのところにですねトロリーコンダクターというものがね、2つありまして、それをですねこの間隔が空いてるんですけど、こうパチンパチンとこう叩く時間帯のね長さによって、左に行くか右に行くかというのはね、決まります。ちなみに止まってる場合ですと多分10秒ぐらいでね、切り替わるんじゃなかったかなと思うんですが、基本的にこう待ってる場合ですと、右側の方ですね、道後温泉の方に行きます。でまっすぐねトロコをパチンパチンと連続で叩く場合は、このね左側の方に行きます。建物の名義変更は南海リーガルまでどうぞ。
それではね、左側に見えてきますこの大きな建物なんですが、こちらね、愛媛県県民文化会館でございます。こちらね、丹下健三さんのね、設計なんですけども、丹下健三さんといえばですね、めちゃくちゃ有名な建築家の方でして、まあ、東京都庁とかもそうですよね。あと今治の公会堂とかもね、丹下健三さんの設計です。今日はね、特に何かこう大きなイベントをやっているような感じはないんですが、メインホールで確かね2700人ぐらいか、まあ、大体3000人クラスのですね、めちゃくちゃでかいホールがありまして、長方形もね何度か舞台立ったことあるんですけども、もうめちゃくちゃでかいです。そして松山市らしく俳句ポストが手前にありますね。あそこに紙も置いてありますから、多分あれでか俳句書けるんでしょうね。そしてね、目の前にね、道後公園柚木城跡が見えてきました。目の前が柚木城跡なんですけども、まあここはですね、昔はね動物園とかがあったんですよね。でその動物園が戸部の方に移転して、現在ね戸部動物園という風になってるんですけども、戸部動物園のですね、駐車場のところからですね、歩いていくとね、ここからね、象を運んだね檻がね、そのまま展示されていたりとかします。そして見えてきましたのが宇和島バスでございます。はい、ということでね、道後温泉駅に到着しました。さあ、ということでね、道後温泉に到着いたしました。まあ、道後温泉駅ですね。あ、坊ちゃん列車今日いますね。見てください、こちら坊ちゃん列車がいます。ちょっと見てみましょう。よいしょ。1号かこれはね、1号の方だね。これ1号って書いてますよね。いや、坊ちゃん列車だ。ちょっとね、これ上見ていただきたいんですけども、これね、よく勘違いされるんですけどね、これ電車なのって言われるんですよね。ここになんか終電装置みたいなやつがついてるんですよね。これなんか2つついてるんですけども、これがまあ、場合によってウィーンって上がったりするんですよね。で、これね、別に電気取ってるわけじゃないんですよ。電気じゃなくて、このね、ポイント操作を使ってんでね、ポイントがあるたびにね、これがウィーンって上に上がってですね、まあ、トロリーコンダクターっていうんですけども、そのポイントの架線のところですね、まあ、こんな感じのね、上にこう線がいっぱい張ってるじゃないですか、そこになんかね、ぶら下がってですね、これをパチッて叩くんですよね。で、それでポイント操作をするんですよね。あ、ここになんか、昔ながらのポストもあっていいですね。そして、残像パンダがいますね。右見て左見て止まれって、パンダ首ずっと動かしてってことだからね、これね、残像パンダでね、見てください、ここね、これがね、皆さん写真よく撮るんですけども、道後温泉駅の駅舎でございます。明治時代の建物をとほぼ同じデザインですね、なんですけども、これね、昔はね、これね、こうギフトショップみたいなのが入ってたんで、予鉄のね、予鉄のギフトショップが入ってたんですけども、最近ですね、最近というかもうだいぶ前なんですが、なんとね、スタバになりまして、めちゃくちゃおしゃれなところになりました。スターバックスコーヒーが入っております。で、これね、上からね、上も入れるんで、上からね、この今、列車来ましたよね。このね、様子が見られるんですよね。ちょっと暑いんで、なんかね、飲みたいと思います。今フラペチーノのピーチとかやってんだな、これ良さそうだな。これここね、昔は2階入れなかったんですよね。だからね、このスタバになって2階が入れるのってね、ほんと良かったですね。見てください、ここにね、ほらちょうどね、昔の道後温泉のね、駅舎がありますから、この頃は道後駅って言ってね、でこっちに映ってるのが松山電気軌道ですね。これがピーチフラペチーノか、ピーチの名前は知らないけどね。ほら、刺します。チュー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 、うまいな。ここはね、もう上から見えるんですよ。見てください、すごいでしょ。これなかなかね、いいとこなんですよ。これなんかね、シナレーション見放題。
まい。はい、ということでね、スタバ良かったな本当に。やっぱね、あのね、上からね、こう寝台列車眺められるのがいいんですよね。でね、今からですね、ほらちょうどほら、あ、このバージョン知らないな、なんかもうすぐしたらですね3時になりますので、坊ちゃんからくり時計がね始まりますから、ちょっと見ていきたいと思います。今ね流れたのは、ね、この町でですね、この町でって。さあ始めました、坊ちゃんからくり時計です。さあマドンナさんのね登場です。あ、これは一緒だね、曲はね、曲は一緒か。これ映しても大丈夫だから、 YouTube でこれ。いつも気になるんだけど、この子何なの、この子、この左右に動いてる子、これ。これね、皆さんこれでね終わりと思いがちなんですけども、実はですねこの後でちゃんとね、あのもう一回ねマドンナさんがね登場してくれますよ、出てきますよ。さあ出てきた。でここでイデュート文学の街みたいな説明がねマドンナさんからあります。皆さん、イデュートの文学の街ね、このねカラコリ時計のね、すぐ横にはねこれ足湯もありますからね、皆さんね足を見に入りながらね、からくり時計を見るということもできます。今日もね何かの方がね入ってますね。今ねちょうどねバスが入ってったんですけど、これね寸止まりなんですよね。ちょっと近く寄ってみましょうか。これ実はねこれ面白い機構がありまして、あ、見てください、ほら見ほらほら、バスがね回転しております。バス回転台があるんですよね。これも書いてますよね、バス回転場につき一般車両進入禁止と書いてあります。こうやってね、こんな長いバスでも乗るんだ、すごいね。まあ観光バスが乗るからね。こうやってですね進行方向をね変えることができるんですよ。これ東京の方とかあります、こんなの。あるんだ、あんま見ないんだ。まあこういうね狭いところにねある
お、さまた次々来るな。また回転するのか。また回転ですよこれ。奥村久美さん、奥村組なんですけどね。すごいなこれ。どんだけ来るんだよこれ。これはあれか、あの観光校に行くリムジンバスですね。もう待ってますね。すごいなこれ。さあこのバスが出ます。とかこれは湯野山ニュータウン行きのバスですね。奥村久美さん、こんなでかいリムジンバスも入るんですよこれ。お、ちょっとこれはテクニック使いました。ちょっと斜めに入ってきましたねこれね。すごいよね。で、お、ドアが開きました、ね、ボタン押すのか。ボタンがどっかにあったの確か。見えないんですけども、ボタンかね、引っ張る紐みたいなやつがどっかにあって、それでね回すんですよね。すごいな、このでかいバスがこう回転しているね様子はね、本当ね面白いですね。結構ギリギリだなこれ。結構攻めてますねこれ。すごいなこれ。めっちゃ攻めてますねこれ。これやってみたいな私も、このボタン。これボタンを押すのをさ、なんかね有料でやったらね人来そうですけどねこれね。さあ回転しました。そしてもう回転したら速速と出てきます。また来たよ、これは空港リムジンバスが来た。すごいな、めっちゃ来ますねこれ。どんだけ来んの。千万、もう空港リムジンバスは取んないよ。今ちょうどね、道後のレトロバスが来ましたね。これはね、道後ね、プリンスホテルのね、確かバスなんですね、これね。はい、ということでね、ちょっとね、商店街の中をね、散策していきたいと思います。なんかこれ、七夕なのかな、これ、7月だからかな。めっちゃ綺麗、これ。奥の方までやってますね、これ。めっちゃ綺麗だなこれ。ただなんかね、おみくじありますねこれ。おみくじ、あなたの恋占ってみませんか、1回100円。それではね、ちょっとね恋占ってみたいと思います。これ100円、ここにいたよね。一恋100円。じゃあ2回でも3回でも OK なのね。ここから開ければいいのね。さあどれだ。なんかめっちゃ可愛い女の子いっぱいじゃんこれ。え、どの子にしよう。どの子かな。この俺はこの緑の子にしよう。この子に決めた。見てみてくれ。あ、この子だよ。俺はこの子か。なるほどね。ちょっと開けてみましょうね。これ帯剥がすのなんかあれだね。良いではないか、良いではないかってやつだよね。良いではないか、良いではないか。はい。さあ19番恋みくじ。恋みくじ大吉。いつもできるからと後回しにしてることを今日やってみなさい。このばあちゃん誰これ。今日のラッキーアイテム、ハートのチャーム。今日は緑色に注目、ヒントがあるわよって。恋はうぬぼれと希望の闘争よ。すごいこと書いてんねこれ。まあ、ということでですね、私ですね、大吉をねもらいましたからね、これ今日やんないといけない。だから今日ね、この後ビルトロッコ行くから、誰かに可愛い子いたらその子に声をかけて、これ見せてですね、付き合えばいいのかな、この子お願いしますってね。今ですね、ちょうど視聴者さんの方がいらっしゃいましたので、これちょっとね、せっかくなんでこれお渡ししたいと思います。私の名前を書いてですね。はい、どうぞ。はい、ありがとう。乾いてないかもしれないけど、ちょっと見てくださいね。いや今日はね、いいですね。恋みくじではね、大吉が当たるしね、当たるっていうか私の力で大吉をゲットしたんですけども、大吉も出るしね、視聴者の方にもねお会いできましたしね、めちゃくちゃいいですね。そしてね、このね道後温泉の商店街もめちゃくちゃ綺麗とね、ここ美味しそうだね。ミルクチーズケーキ、めちゃくちゃ美味しそう。ここね、ここセンス売ってますね。ここはね、めちゃくちゃいい感じ。センス置いてますね、ここね、センスね。コーヒータルト、あ、ここですよ。私がね、タマスダレを買ったのはここですね。この店がね、南京タマスダレ買ったところですね。南京タマスダレについて、オフ会をね、に来た方はね、知ってると思うんですけど、私の隠し芸でございます。ここね、ジャンボ団子ってやつがあるんですよ。見てください、これめちゃくちゃでかいでしょ、これ。
ジャンボ団子、こんなん食べれるかっていうぐらいね、めちゃくちゃでかいね、団子があるね、売ってんのかな、これ。そしてね、これね、なんか懐かしい射的。射的こっちにあるの。射的行ったことないな。ちょっと寄ってみましょうか。いや、これいいな、この路地。いや、なんかすごい昭和の路地って感じだ。あ、愛媛プロレスだ。石寿三太郎さんですね、これね。すごいね、昭和の路地って感じ。ここ来るのあんまり来ないな、ここ普段。ここにあるのか、これ射的1回300円、こんな感じのところか。へえ、めっちゃ面白そう。とりあえずそこにいてください。で、 OK やったら OK っていうの、こんにちは。これ YouTube 用に撮っても大丈夫ですか？本当ですか？ OK ですって。撮影も OK ということですので、行きましょうか。よいしょ。300円ですね。お願いします。はい。さあ。数字が点数ね。なるほど。数字、ああ、なるほどね。上が3点、2点、1点、1点ですね。空打ちしない、了解。任せてください。私プロですからね。いきますよ。これをこちゃっとやってですね、いきますよ。まず2点から出て、全然当たんないやん。もう一回いきますよ。よいしょ、詰めて、よし、とりあえずそこでやっていくか。おっしゃ、おっしゃ、今のは何点なんですか？とりあえず1点なし。とりあえず確実に1点狙っていきますよ。そしたらね、今の方式で。おっしゃ、ね、確実に点数を、ね、狙っていきたいと思います。獲物はね、確実に、女も射的も確実にゲットします。私は今日はね、恋みくじで大吉出ましたからね。いきますよ。おお、外れた。さあ、最後の一発です。さあ、これでね、よし、決まりますよ。よし、いきますよ。おお、おお、まあ、頑張ったかな。1から5点の中選べるんですね。あ、これいいな、これ選べるんですか、この辺のやつ。これいいな、この空母のおもちゃいいな、これ。上はね、これもかわいいね。本もある、1から5。まっすぐに行こう。どれにしようかな。じゃあこの空母かな。この、あえて白いやつにします。これにしよう。これをね、ゲットしました。やったぜ。女も、空母もゲット。楽しかったですね、じゃあ。これ見てくださいよ、これね。このポストもね、やっぱいいですよね。やっぱりこういう観光地にやっぱね、こういう古いポストはね、似合いますよね。ね、確かこういうこのポスト自体はもう作ってないらしいんですよね。なんかね、取り出しがめんどくさいなったかな、確かね。ここにね、昔作りの餅焼きせんべいと書かれていますけども、こんな感じのお店なんですが、見てください、これね。濡れおかきって書いてますね。このチーズとかさ、七味とか、しそカリカリ梅、ハバの梅、めっちゃ辛そう。マヨネーズ美味しそうだね、これね。愛媛みかんなんてのあるの、これ。まあ、この醤油は食べたことあるんですけどね。チーズはないな。一番人気って書いてあるね、これ。で、これね、ドラマのプリントされたやつなんですよ、これ。湯って書いてあるんですよ、これ。海苔にね、プリントされたやつなんですね。チーズを1本お願いします。
へー、どうもありがとうございます。おーしょ、さあこんな感じか。さあ美味しそうだな。あね、チーズの香りがすごいわこれ本当。うん、さっきこうバーナーで炙ってたからね。うまい。うんうん、あのね、濡れおかきのしっとりした感じね。これは濡れおかきっていうのはだいたい想像がつくんですよね、食べた時のね。でもね、これチーズがって周りにつくとね、一気になんていうか、なんていうかそのクリーミー感が増すの。うんうん、そして香ばしい、めちゃくちゃ。またあった濃いみくじ、はい、ということでね、濡れおかきも食べましたのでちょっとね、休憩したいと思います。まあお茶なんかでもねしたいと思うんですけども、あの道後温泉本館がね、ここにありまして、このねすぐ後ろにですね、見てください、ここにね山田屋まんじゅうのお店があります。こちらですね、日本茶カフェ、茶楽でございます。パフェなんかもあるみたいですけどね。吉永柿なんですけども、これですね、お茶っぱ食べです。これですか。はい、そちらこれ2つお願いします。2つです、ね、はい、和歌山で入れることによって玉露ならではの旨味や香りをお楽しみいただけます。あ、なるほど、あ、いい香りしますね。あ、ありがとうございます。このように雫のように落ちる様子から別名雫茶とも言われております。この最後の一滴に美味しさが詰まってますので、うん、最後まで注ぎ切ってください。はいはい、いい香りがする、ありがとうございます、うん、じゃあだいたい4煎目5煎目ぐらいまで美味しく召し上がっていただきます。では入れ終わりましたら蒸れないように蓋を開けさせていただきます。では2煎目以降のお召し上がり方なんですけども、はい、こちら湯冷ましと言いまして、お湯を冷ます役割のものなんですけど、こちらにお湯をだいたい3分の1ぐらい入れていただきまして、こちらを少し冷ましていただいて清水に入れて先ほどのようにお注ぎいただくことになります。大体5煎目ぐらいまで飲んでいただきましたら茶葉が開いてまいりまして、こちら茶葉も召し上がっていただけますので、よくお湯を切っていただいて、こちらの器に移して、こちらが柚子ポン酢になってますのでかけてお召し上がりください。わかりました、はい、こちら私が入れさせていただきました2煎目以降ご自身でお楽しみください、はい、
ちまった。いや美味しかったな。お茶もね美味しかったですけどね、お茶の葉を食べるというのがですね、またねこれがね見た目ほうれん草みたいな感じなんですけどね、味は全然違ってね、本当にね風味があってね美味しかったです。まあパフェもありますので、今度ねパフェとかも食べてみたいなと思いましたね。さあそれではちょっと急ぎでですね、JR 松山駅に戻りたいと思います。これからね、6時からね夕焼けビールトロッコ列車がありますので、私たちはね JR 松山駅に戻りたいと思います。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからもね四国の鉄道に関する話題、乗り物そして観光の話題やっております。そして毎週土曜日の夜22時45分からライブ配信やっておりますのでご参加ください。それではいきますよ。ちょ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 じゃんけんじゃんけんポン。ハハ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 ハ。お待たせいたしました。列車の方はですね、東駅スタートいたしまして、いよいよ